自動車テスラモデル S は2013年のワールドグリーンオブザイヤーを受賞したゼロエミッション車である。ゼロエミッション車とは搭載された動力源から健康及び環境に有害な二酸化炭素や窒素酸化物、一酸化炭素、炭化水素、粒子状物質などの大気汚染物質や温室効果ガスを含む排気ガスを排出しない車両である。 電気自動車や燃料電池車、自転車、電動自転車、ソープボックスなどが該当する。ハイブリッド車、プラグインハイブリッド車は排気ガスを排出するため、ゼロエミッション車には含まれない。日産、リーフ電気自動車インドのリバ電気自動車は、ゼロエミッション車販売インド、欧州の数カ国、コスタリカ向けに販売ホンダ FCX クラリティは、2008年に始まった。 水素燃料電池車にゼブ基準に準拠する。日本と米国ロサンゼルスで販売ゼブ規制は1990年にカリフォルニア州大気資源局が施行したカリフォルニア州内で一定台数以上を販売する自動車メーカーに対しゼブを一定比率以上販売することを義務付ける制度。規制値は年を追うごとに厳しくなっており二千十八年現在 全部販売比率が16%となり、クリアする対象者は、電気自動車と燃料電池車、そしてプラグインハイブリッド車となる。加えて、同州内で2017年に6万台以上の車を販売した12社が対象になり、日本のメーカーでは、トヨタ自動車、日産自動車、ホンダ、マツダの4社が対象となっている。 同規制を導入している州は2019年11月、現在、カリフォルニア州のほか、アリゾナ、マサチューセッツ、ニューヨーク、オレゴン、メリーランドなど10州に上る。また、欧州のイギリス、フランスは2040年までに、インドは2030年までに、乗用車、バンの新車の販売をゼブに限定し、 ガソリンディーゼルなどの内燃機関を搭載した車両の新車販売を禁止することを表明している。ありがとうございます。